どうもエルザーです。それでは原神やっていきたいと思います。さて今回は粉雪が記した場所へ行くということで、早速向かっていこうかなと。さてこっちの方向だね。おおちょっと越える必要があるか。さてどんな感じかな。あ、気になったのはさ、そのタルタリアから情報が漏れてるってことはないんだろうかね。うわー、めんどくさそうな。しかもあれ風だね。風か。ちょっと後でキャラクター変えるか。さて硬いんだよなこいつね。姿を見せよオープン。やっ乗ってからがめんどくさいんだよな。おい、やっと降りた。まだ剥げないか。硬えなやっぱ相変わらず。んで本当に資料に書いてある通りパデュイがいるぞ。しかも敵意丸出しだ。はい、落ちろ。5000か。5000ダメージ与えてもねっていうところなんだよねそんなに高いダメージじゃないからなみんなを守るから。いやこいつが強いんだよな。きたー。しかもねスーパーアーマーで意外と。元気出せよ。準備できたか。きついね。さてどうやって影のカラスが優也を求めている。答えなさい。えいっふっ落ちて倒したいがいけるか。判決を下す。決勝が欲しい。そんなみんなを守るからね。えいえいやーやー。さあ決勝ゲットの勝てー氷欲しいね、氷キャラね。出せた火炎よ、燃やし尽くせ。耳にね硬いね。はい、買って出てそうそう、もうちょいで、こっち来るまだかあー火力ありすぎ。さて風が大事と。一旦書いて一旦 OK かな。ああそういう感じ。探さないといけない感じがするね。静かに。よし。準備できたかな。ただ一体どこがっていうことなんだよね。どっか開いたっぽい感じはしてるんだけど。爆発する、それは爆発する。もう爆発するか。ほいお宝があるだけか。ハディの研究を見るってなってるんだけどさ、あーめっちゃ綺麗に落ちていったな。タイミング、あー距離的に難しいか。いやーちょっと勝手に登らないでくれ。お宝かそっちか俺ちょっとどこ上、まあいいや、謎解いただけでっていう感じしとくか。あー乗れない。結構ね上り判定がねある時ない時差が激しいよね。登らなくていいよ。よし。で、あ、これね。札と白紙の紙がたくさんあるぞ。何に使うんだろうな。偽物を作ろうとしてる。この模様どこかで見たような。そうだ、講師がくれた近畿滅却の札も同じ模様だったぞ。ということは偽物で通るっていうのが分かったわけか。仙人に会えれば仙人に関するものを講師が持ってるのも確かに怪しい。ああ、近畿滅却の札は目印として使うために作ったわけじゃないって竜恩釈風神君が言ってたよな。確か魔人戦争中に戦力を発揮するために作られたって。ファデュイが近畿滅却の札を書き写してるのは本物の効果を再現しようとしてるからか。戦争中に戦力を発揮する、うー危なそうだな。その企みの一部か。複雑だな。とにかく講師を警戒しないと。さて、そろそろ勝利と待ち合わせの時間だぞ。ここを出ないと。総選儀式準備の旅の終点、確か敵歌集だったよな。早く行こうぜ。あ、やっぱファディは当てにならないよね。で、敵歌集ここか。あれミッション消えちゃった。じゃあ飛んでいきますか、近くまでね。さて近くまで飛んできたけど、さあ久しぶりの勝利先生だね。めっちゃ飛んできてる。そうだ、勝利先生って使ったことないんだよね。あの前にキャラクター入れ替えて、私の降臨をた時間通りだな。俺も今着いたところだ。軍玉閣はどうだった？すごーく広かったぞ。そして豪華、たくさんお金かけてるな。確かにその点においてはリーウェイ一かもしれないな。行幸にもあったんだろ。どうだった？お金持ちで気前が良くて親切な人。その親切も商人の武器だよ。こいつはオイラと違って素直に話す幽変の方が信頼できるって思ってるんだ。おや、国政にあったのか。何か言われたか。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければリーユエの未来はどうなるって言われたな。不敬だな。確かに同じ七世であっても何でも話す国政より教皇の方が典型的な商人だ。親切ではあるが裏がどうなっているかはわからない。まあだいぶ策略家な感じだね。彼女は実力で七世の座を手に入れたんだ。ただものじゃないぞ。軍玉閣はまさにその志の表れであり、彼女にとって2番目に大事なものだと聞いた。何があっても彼女は軍玉閣を捨てないだろう。軍玉閣が2番目？じゃあ1番はモラさ。意外ではない。そうだ、ファデュイに関する話もしたぞ。帝君が殺害された後、ファデュイはリーユエで悪いことをたくさんしてるって。ファデュイはいつもそうだからな。想定のうちだ。じゃあ近畿明脚の札は偽物を作っているというのも。ファデュイの目的は知らないが、彼らと接触するときはくれぐれも気をつけてくれ。そういえば敵歌集にも創選儀式に必要な品があるのか。ああ、今日は野生のルリウリを探すぞ。あ、野生なんだ。ルリウリ？なんでここで？玉境内にたくさんあるぞ。計作層にもあるって聞いたけど。そうだ、ピンバーヤに会った時彼女は花を見てた。彼女に聞いてみるか。いや、あれは人工栽培のもので使えないんだ。ルリウリはかつて敵歌集に大量にあってな。人々の歌声を聞く花なんだ。敵歌集は昔陸地だった。魔人戦争で山が崩れ陸が水没し、そのせいでルリウリはほとんど絶滅してしまった。今城内には人工栽培のものが残っている。だがそれでも野生のルリウリが完全に消失したわけではない。野生のルリウリの香りは濃く、粉にして衛生光の香炉に入れることが創選の伝統だ。しかし花を手に入れるにはお前の力が必要になる。まさか歌とか。ああ、お前の歌声が花の香りをより一段上げる。あ、え、本当？お前歌は得意か？まあまあかな。本当かな。やってみればわかるさ。さあ、ルリウリを探しに行きましょうか。ということで、今回ここまでとなります。まあ、次回は探索からという感じかな。いやー、でもね、ちょっとね、前々回ぐらいでタルタリアはね、盗み聞きよくしてたから、やっぱファディが信用ならんね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあ、またねー。